はようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。現在の日付と時刻は11月の21日の夜10時45分といったところでございまして、私は今岡山の倉敷駅におりましてですね、ライブが終わったばっかりでございまして、で電車をですね1本乗り過ごして、しまいまして、別の改札で待ってたもんでですからね、これ岡山駅に行きますかと聞いたら、別の方ですって言われたんでね、10分ぐらい待ってればまたね次の電車が来るんでね、本当にね路線によってはですね、1本乗り過ごしただけで1時間とかね、ひょっとしたらこの時間はもう電車がないという場合もありますからね、そういう意味では、10分遅れぐらいではですね、全然、大丈夫なんですが、このしばらくはですねライブで出会った方が、このね YouTube サラバンジャよりに出てくれてですね賑やかしてくれましたけれども、久しぶりに今日は一人でね、こうやって乗り過ごした分だけ一人でね、おしゃべりをして、ちゃんとね、この時間をですね、有効活用しようと思っておりますが、今日はですねクッキージャーさんでライブでした。クッキージャーさん今日は、スリーマンライブだったんですけれどもね、その中の一人藤田圭介くんね、藤田圭介くん、前回ね、3月だったかな広島でね、共演しましてね、覚えてますか、ね、覚えてるよって言ってね、それすごい嬉しそうにねしてくださって、本当にねなんか歌は熱いんですけれどもね、こういつもね、ライブが終わった後もお疲れ様でしたということでね、入り口っていうか出口でね、なんていうのお迎えっていうかな送り迎えしてくれるんですよね。なんかそういうのね見るとなんかすごく旅で出会った人ね、そんなに深くね何かを話したってわけじゃないんですけれども、ライブで共演することで、なんかつながる思いっていうのがねあるんじゃないかなというふうに思っていてですね、いや今回の旅は僕にとってなんか10月のね、ツアーに比べてなんかこうなんていうかじっくり考えるということが多くてですね、特になんかもう僕自身がまだ全然新人のつもりなんですけれども、ね、場所によってはですね、なんかこうもう本当に、なんていうの年配扱いされることもありましてですね、もうこの年になってもですね、あれ岡山行く、また岡山行きがどっかから来ると思いますけれどもね、また乗り間違えてないかですかね。いや本当にねなんかもうバサラさんね、もうこの年までもねこうやってツアー回りして元気ですねっていう風にね、こう言われるんですよね、言われたりするんですよ。いやもうなんかもう自分がそういう風に言われる年齢になってるというのがびっくりしますよね。僕自身はまだ体が元気ですし、ツアー周りもできるし、そういうことを許してくれる家族っていうのもいるのでね、なんか幸せな、旅をですねしているということで、もっともっと充実させるためにね一個一個のライブをね大切にしたいなというふうに思ってるんですよ。ぜひねなんていうかねこうやっていろんな場所でねいろんな方と出会い会話をすることで時間の長さだけでなくてほんの一瞬のですね、出会いと別れもあるんですよね。今日の X、ね、旧 Twitter でもねお伝えしましたけれども、 Facebook とか Twitter でもね、Twitter 旧 Twitter か X でねお伝えしましたけれどもね、ヨーロッパからお越しの人とね、少し会話したりとかね、実は、今日はですね、お昼前かね、車わざわざね高松駅までね乗っけてくれた方もいてですね、全然ヒッチハイクしたわけじゃないんですよ。ただコンビニで待ってたらですね、もしよかったら高松駅まで送りますよということをね送ってくださったりとか、そういうことがありました。なんかそういう一つ一つをですね、なんていうか今までよりも少しはですね、噛み締めて感謝の気持ちを忘れず、なんて言ってもこの街に感謝ですよね。
この街に感謝してですね、歌わせてもらってるんだっていう気持ちをですね、へりくだる意味じゃないんですよ、そういう気持ちで謙虚に一生懸命歌うということが、こう大事かなというふうに思うようになりました。はい、ということでございまして、まだ電車来ないですね。大丈夫かな、心配になってきましたけど、まあ大丈夫でしょう。はい、今日っていうかこの投稿する日は広島に入りますね。じゃあついに後半戦でございますね、引き続き、ちょっとまだこのアイラインが入ってるね、メイクの後のね。はい、今日も一日、さらばんじ。